話し下手でも大丈夫。うまい質問スキルを身につけるたった一つのポイント。今日のテーマは話し下手でも大丈夫、うまい質問スキルを身につけるたった一つのポイントということでお届けします。では私のことを知らない方のために説明しますと、私はですねメイドインジャパンという日本の良いものを海外に届けることで月々100万円以上の安定した収入を得た経験を生かして、現在は創業の他にもう一本の収入の柱を得て安心した生活を送りたい方に、まずは月々20万、50万、70万の収入を得る方法を教えるビジネススクールを経営しております。さらに本をですね2冊出版しておりまして、いずれも Amazon ランキング1位を獲得。メディア出演としましては東京ウォーカー FM、 自由が丘、自由が丘 FM TV、 ニコニコ生放送、スキッカム、ツイキャスにも出演しております。本日もよろしくお願いします。はい、ではですね今日の話はスライドを変えて説明していきますね。はい、でこれですね、話し下手でも大丈夫、うまい質問スキルを見つけるたった一つのポイントということなんですけれど、この話を聞くと何があるかというと、あなたがですね頭がいい人だなと思われますね。やはり質問の下手な人というのは言い方は悪いんですけれど、ちょっと頭が悪く見えてしまうんですね。まあ、なぜかと言いますと、頭がいい人というのはですねいろいろと要素がありますけれど、そのうちの要素の一つにですね、人のわからないことをですね噛み砕いて丁寧に丁寧に話はできるっていうことがあるんですね。だから講師とかですね、あとはですねコンサルタントの方がですね、あこの人頭いいな、できるなって思ってしまう理由というのは、皆さんが言いたいこと言えないことをですねこう噛み砕いて丁寧にですね話をするっていうところあります。ただですねこれも話し下手とかだから私はですね無理だなと思う方もいると思うんですけど、大丈夫です。このですねたった一つのポイントを抑えるとですね、あなたの話し方がですねみるみる相手に伝わりやすくなって、しかもですね喜ばれると、そういう方法になります。この一つは何かと言いますと、英語と同じように日本語を話しすると、英語と同じように日本語と話しする。これだけ言うとですね何のことだかわからないと思うので、一つ例題をお話しします。例えば皆さん今21時ですね、21時ですね、夕飯食べましたか？私はですねさっき夕飯食べたんですけれど、その夕飯食べたっていうのもですね、はい、では日本語だとですね夕飯を食べましたっていうとですね、まあ、だけなんですけれど、英語だと I ate dinner、 私は食べました夕食ってなりますね。I が私、ate が食べました、dinner が夕食ってなります。なので英語だとですね、まあ、必ず私はっていうの言葉をですね、私が、あなたは、彼が、彼らはとかですね、ちゃんとですね誰がやったかを入れてるんですね。なのでですねこの誰がやったかっていうのをですね一言言えると、なんか話が通じないとかですね分からなくなったりとかですね、あと喜ばれるってことです。もちろんですね私は私はっていうと、なんか日本人だとやはり謙遜の文化なので、私は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 っていう風にですねこう出てくるとですね、やはりこの人自己中な人なんじゃないかとか、あとですねもう自分大好きな人なんじゃないかって勝手に想像されると思うんですけれど、これはですねコツがあります。あ、私夕飯食べましたとか言ってですね、この私っていうのと夕飯食べましたっていうのをですねこう間を空けるとですね、あまり嫌味がなくですねこうですね自然にですね誰がやったかっていうのをですね伝えることができます。でですね、これを応用していきますとですね、まあ、これ実は私の生徒さんの一人から質問あった例なんですけれど、まあ、栗原先生、何人かの人にクリームの話をしましたが、まだ半分残ってる人がほとんどですかっていうお話なんですけれど、まあ、これだけ言っても意味がわからないですよね。まあ、これなぜかと言いますと、このですね、理由が何個かあります。この文章には。で、一つ目、栗原先生質問ですっていうのと、まあ、質問があったらですね、まあ、何をしてほしいか、何をですね私求めてるかっていうのを答えないとですね、なんかなんていうのかな、なんか子供がさ、いやだもうやりたくないみたいにさだだこねてるように見えてしまうんです。だから栗原先生質問です、この次の手をどうしたらいいんですかとかですね、こう質問に対してのですね、何をあなたの私の質問して望んでるかっていうのを入れるといいんですね。で、
さらにですね、こう何人かの人にクリームの話した方がまだ半分以上残っている人はほとんどでしたっていうことなんですけど、まあこの分は悪くはないんですけれど、ただですね、なぜクリームの話をしたのかっていうのが分かってない、分からないんですね。なのでこのようにですね、まあこの一つの質問に対してですね、こう自分の質問とか自分の話している内容とかを見返してみてですね、まあなんか相手に分からないなっていうのをですね、こう少しずつやっていくといいんですね。だからこの人のこの質問はですね、こうするとこの別のやり方をするといいですね。例えば栗原先生質問ですと、私のクリームを定期購入している何人かの人に次いつ買いますかって、どれぐらい残ってますかって聞いたらですね、まあまだ半分以上残ってる人がほとんどでしたと。まあこの人ですね、やっぱ次のクリーム早く売りたいので、どうしようかって私に相談をしてたんですけれど、なのでこの場合次の提案はいつにしたらいいんですかって言えばですね、あ、このスッキリとですね、ああそうなんだと思って、まあ、定期購入してる人たちがなかなか買ってくれないから次どういうふうに提案したらいいかなっていうことがわかるってわけですね。でこの場合は何かと言いますと、まあ何個か手があります。一つ目はですね、例えば2つ買うと 50% 引きとかですね、こう年末セールとかですね、セールを行って、ちょっとですね、この今まで買ってるクリームの、ね、定期購入してる値段から安くして、それで買ってもらう方法があります。で、二つ目は何かというとですね、もうクリームの新しいものを作るってことですね。で、プラスですね、体に良い成分が入っている、これをおすすめしますということですね。今のクリームとちょっと違うものをですね、おすすめるといいです。あと三つ目はですね、このクリームをですね、もっと効果的に、まあ、つまりもっといっぱい使ってもらうようにですね、あのやり方を教えるっていうのがあります。例えば顔だけにクリーム塗っていたんですけれど、実はこのクリームは顔だけではなく体もですね、全身に使うとですね、よりですね、この美しい体が保てますとかですね、より美白になりますとか、よりですね、バストアップになりますとかですね、そういうことができます。はい、今日の話は話し下手でも大丈夫、うまい質問スキルを見つけるたった一つのポイントということで紹介しました。でこの方法は何かというと、この英語と同じように日本語を話すると、例えばですね、夕飯を食べましたっていうですね、言うだけではなくて、私は夕飯を食べましたと、誰が言ったか、誰がですね食べたかっていうことを一言入れるとですね、あ、ちょっと違うな、頭がいい人だなって思われます。はい、ではですね、この話がいいなと思った方はですね、高評価、ベルマークのチェック、チャンネル登録お願いしますね。はい、ではそれではまたお会いしましょう。